しました。酒粕の功用としては、一緒に取った食材の栄養を無駄なく吸収力を上げるものとして使っていますけれども、今日はパスタですから血糖値を上げにくくするという効果もあります。いろいろな食材でぜひお試しください。